飲み込んでいるのか顔とかってみるか。うわー、ごめん、やばい。うわー、混乱してんのか。オッケー。あー、ごめん。うわー、死亡って出てる。初めて仲間死んだんやけど。いやー、ここから逆転で、ここから逆転できるわけないよね。待って、皇帝を継承するって出てきてんけど。待って、全滅したらそんなことなるっけ。ジェラールと別れ、雑魚戦やったからってことは、雑魚に全滅する皇帝はいらないって。もう二度とジェラールに会えないの。誰に継承。いやいや、誰、知らん人。これで選んだらいいってこと。なんでこの人たちなの。嘘やろ、レグルスいる。皇帝になれんの。皇帝乗っ取ろうとしてるやん、ヘクター。もうなんか誰でも一緒や、石からしたら。ジェラール以外、やばい、本当になんかちょっと涙出てきた。いやでも後悔ないよ、ジェラールは。アコでレアを見捨てなかったから共倒れしたけども。エグルス、頼むわ。ジェラールの後引き継いでくれ。あ、ステータス見れる。これ大丈夫、死ぬほどステータス低いわけじゃないよな。LP 低くないか。でも二度とジェラールに会えへんのかな。今、無血を。歴々の皇帝の力と記憶を。なんか悪役のセリフに聞こえるな。なぜだろう。皇帝の無念を晴らす。あー、レグルス頼むぞ。これ仲間もいなくなんの？どう？いやいや、こいつ誰や？ペア思い出すし、ちょっと坊主とかにしてきてくれ。散髪屋さん行って。そう、こいつらぐらいしか思い出ない。しかもジェラールをバカにしていた二人。